この後はあなたの代わりにいっちょかみ。今回は捨てるのにお金がかかるあるゴミを電話一本で買い取ってくれるというちょっと変わった会社にいっちょかみ。盗み聞きはしてもいいし、買い取られたそのゴミの値段にいっちょかみの2人もびっくり。それはさすがに嘘でしょ。嘘じゃないです。そして番組ディレクターまでもがいっちょかみ。おかしい。いいご商売を思いつかれましたね。あなたの代わりにいっちょかみ、あむあむ。毎回それやってますよ ね、 なんかね。やるんです、やりたいんです。ちょっと今日は福ちゃんなんですけど、もうね、私いつもスタジオで見てたんですけど、はい、ですよね。もうあまりにもいっちょ噛みすぎてるので、うん、私は今回手綱を握る役として現場にやってきました。じゃあ聞きました、いっちょかみのコーナーに、はい、いっちょかみアナウンサーに対していっちょかみに来たんですよ。どう思います、これただの難癖つけみたいになってる時ありますから。確かに確かに、自覚あるんですね、ちゃんと気をつける。でもこの雨は多分福ちゃんのせいだと思う、はい、ほらそういうところですけど。最近ゴミを捨てるのにもお金がかかる時代になりましたね。確かにそうなんです。ゴミなのに、うん、捨てるものなのにお金をわざわざ払って持って行ってもらうっていうのがどうも下せない。これまだ下せないです。下せない下せない。低料金で持って行ってくれるところやっぱり探そうとか思いますよね。そうですよね、うん、いらないものを手放す時はもうお金がかかっちゃうじゃないですか、はい、反対にお金をくれる人たちがいるっていうふうに聞いたんですよ。どこに？そんなあそこにいるらしいです。あそこ、はい、あれね、スカイビルですよね。そうですね、スカイビルですね。じゃああそこがもしかしたらゴミだらけってことかもしれませんよ。いや、これ本当にその可能性ありますよ。嘘。大阪の一等地に立つビルの中がゴミだらけ、そんなことってあるんでしょうか。ともかくその場所へ行ってみることに。失礼いたします。失礼します。あら、何にもないですね。え、タンスとかね、そういうのがいっぱい置いてあると思ったんですけど、ね、いやでも31階だったら、ね、ちょ来て来て。何ですか、来て。あんまり自由に動かないで。見て、いいねこの見晴らし。雨で何も見えないですけどね。いや見えてる見えてる。今日は雨だけど、ね、いいとこですよ。ってことはここ家賃高いでしょ。そうですよね。儲かってる。だそこですよ。絶対儲かってる。なんか悪いことしてるかもしれませんよこれ。言ったね、今私じゃないからね。私が一丁噛んでしまった。そう、今の一丁噛み福ちゃんだからね。本性が出てしまった。引き止め役の福島アナが早くも一丁噛み。先が思いやられる2人がお邪魔するのはラグザスクリエイトという会社。案内してくださるのは広報を務める荒木かな子さん。私たちがいつもこう出す時にお金を払わなきゃ、なんでやねんゴミなのにっていうものが溢れてると思ってたんですけど、はい、だいぶすっきりしてますね。はい、かなり綺麗なオフィスだと思います。何を買い取っているのか中に入ればわかるということで早速お邪魔したのですが、広いですね。あ、何も物はないですよね。物はない。どこから見ても普通のオフィス。買い取ったものが置いてあるわけじゃなさそうです。福ちゃん、はい、ずっと喋ってる。みんな確かにみんなずっと喋ってる。しかもヘッドセットみたいなのつけてるけど。そうですね。ちょっと何喋ってるか聞いてきてよ。え、私がですか。でも聞いたら分かるじゃない、あんま盗み聞きとかしちゃダメでしょ、こういうの。盗み聞きはしてもいいし取材というの。向川さんやってくださいよ、そういうの。得意でしょ盗み聞き。まあね、まあね、ってなんですか。じゃあちょっと行ってきますね。絶対得意な向川アナ、近づき方が慣れてますよ。ちゃん、お車を手放す時期はいつですかって言ってた。中古車とかのじゃない、違う。はい、正解です。本当ですか。はい、私たちは、はい、カーネクストというインターネットの車の買い取りのサービスを展開している会社です。そうなんですか。全国から、お問い合わせをいただきますので、査定をここの場所で行っております。電話で車の買い取り価格が分かるんですか。はい、そうです。見ないんですか。はい、実写版を見ずにですね、ヒアリングを行いまして約5分で査定もできます。ちょっと待ってください。ちょっと私も一丁噛みたいですよ。怪しすぎますよ。確かにちょっと信じられない。5分で車を見ずに。傷がありませんか。ありませんって騙されるのはこちらですよ。そうですね、まあ、はい、あくまでそのお客様をこう信用しているっていうのは大前提にあるんですけれども。信用よ、何を騙すとかそういうこと言ったらあかんわ。ちょっとどっちだ。自分が全部
なんで全部完結しないでください。それはもしかしてあれですか、朝日奈央ちゃんのコマーシャルですか。あ、そうです、カーネーさんのカーネクストです。信用してるもんって。あれ、あ、向川さん、ちょっとセリフが違うんです。正しくはこちら。カーネーさんはいい人だ。車の現物見なくて大丈夫です。だって信じてるから。査定は電話一本、車高く売るならコネ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 クスト。見なくて大丈夫ですと言い切るカーネクストの CM。 対応するオペレーターさんたちは車好きの方が多いのかと思いきや、車はそんなに乗らないですね。彼女の前職は保険の営業。その他、元アパレル店員や元保育士、プロ野球からの誘いを断って就職したアスリートもいるとか。オペレーターを束ねる部長さんも車とは無関係の会社の出身。本当に車のこと知らなくてできるようになりますか。もうその点は大丈夫です。車にこう詳しすぎると逆に愛着があったりとかして、そっちの ことを話しすぎたりとかですね、客観的に判断っていうのは難しくなってきたりしますので。そうか、偏りが出ちゃうんですね。はい、どちらかというとこう ある程度、まあ、ドライにというか、まあ、人間的にはじゃあ向いてますね。私全く車知らないです、そうですよね、ドライだし、ペーパードライバーですからね。そうなんですよ、これこれぐらいがいいですよね。入社と同時に車のメーカー、車種、パーツなどをみっちり研修。またその時々の買取相場や過去の膨大な買取データをその場でチェックして査定するので、福島アナのようなペーパードライバーでも大丈夫だそうです。実際どんな車がどんな値段で買い取られているんでしょうか。すごいですね。もうこれ漫画じゃないですか。どこ走ったらこんなことになるんですか。こんなボロボロの車がまさかの買取価格に。嘘だよ。買取をしました。絶対嘘だわ。車を見ることなく電話だけで査定しているカーネクスト。どんな車でも買い取ってくれるそうですが、あのシステムで実際に査定をした車というのを見せていただいてもいいですか。はい、すごいね。もうこれ漫画じゃないですか。どこ走ったらこんなことになるんですか。いきなり出てきたとんでもない車。前半分が大破したトヨタのスープラというスポーツカーです。こちらは45万円で買い取りをしました。中身見えてますもん。確かにかじったパンみたいになってますね。車としてはもう無理ちゃうのんって感じですもんね。まあ、後ろの部分が生きていますので、はい、もうスープラの部品だったら欲しいっていう業者さんも見せようかと思うので。続いては、あら、タイヤが取れてる、はい、事故現場車でして、こちらのお車は20万円でお買い取りを。ちょっと待ってください。それはさすがに嘘でしょ。嘘じゃないです。嘘。これ20万ですか。嘘じゃないです。いらないですよ、これ普通に考えたら。確かにこんな事故あった車をね、買い取ってくださいっていうメンタルは普通ないです。さすがの向川さんでも。私も無理。いくらなんでもさすがに気が引ける。いいんですよね、それでも電話して。あ、もちろんです。私たちはどんな車でも買い取りっていうのをキャッチコピーでスローガンにしていますので。どんな車でも。どんな車でもです。はい、エンジンが故障して動かずタイヤにツタが絡みまくったこの車でも買い取り価格は5万円。レッカー代とかそういうものを私たちが払わなきゃいけなくなるんじゃないですか。いえ、レッカー代、手続き、もう全部無料で使用しました。30年以上前に製造された古いジムニーも人気車種ということでこの買取価格。どんな車でも査定が0円になることはないんです。0円査定ってのはないんですか。この番組のディレクターで先日中古車としてまあ売りに出したらしいんですけど、それこそ金額つかなくて0円だったっていう話を聞いたんですけど、車種とか年式とかお伺いできますと。はい、車種と年式ですって。影岡さん、日産のですね、2010年式の日産エクストレール、はい、で、まあ、4万キロぐらい走ってまして、ちょっとねぶつけられてドアがちょっとへこんでますという状態なんですけど、はい、カーネクストでしたらおそらく2、30万円の買い取りは
本当ですか。あとはグレードにもよるんですけれども、まあ、そこから50とかの可能性ももちろんありえます、はい、50万よ。なんでそんなに差が出ちゃうんですかね。実はこの会社、買い取った車を保管しません。保管場所にかかる経費が削減できるので高い値段で買い取ることができるんです。では買い取った車はどうするのか。ラグザスクリエイトは車を買い取るカーネクストとは別に業者向けのオークションサイト、スマートオークションを運営しています。カーネクストで買い取った車はすぐにスマートオークションに出品。それを欲しいと思った業者が落札します。落札した業者は売りたい人から直接車を引き取るので保管場所がいらないというわけなんです。そんな業者の一つ、横浜の小楠商会さん、買い取った車はどうなるんですか。エンジンはエンジン、売れそうな部品は部品で外させていただきまして、海外の方にですね輸出をしておりまして、やはり今人気は軽自動車、そういった車が高く売れていくという感じになります。その部品が日本から来たというだけで、海外では非常にこう人気があって出ていきますね。部品が海外ですともう物自体がございませんので、色を問わず前から後ろまでパッチワークのように色違いになっている車も走ってます。このシステムを考えたのが社長の福重さん。23歳という若さで事業を始められたそうです。車を売りたい人っていうのと車が欲しい、まあ、業者さんになるんですけども、まあ、それをマッチングさせるという、まあ、インターネットの、まあ、サービスなんですね。いいご商売を思いつかれましたね。だいぶ儲かったんちゃいますか。なんというストレートな質問ですか。まあ、大阪なんでね。まあ、そうですね、まあ、そうですね、まあ、努力に応じて、はい、まあ、そのあたりは積み重ねた努力のおかげで会社の業績も近年急上昇中。車を見ずに電話で買い取るカーネクスト、決め台詞はやっぱりだって信じてるから、信じてるから、信じてるから。駅弁売ってる人にしか見えないですよ。最後にきっつーい一丁髪でした。